さあ斉藤のまずはスタートに注目ということになります。さあ前方のシグナル注目どうでしょうか。さあブラックアウトとなりました。ブラックアウトとなります。ポールパンソンからどうでしょうか。いきました。ゼッケン9番、ゼッケン9番の滝野ですね。滝野がホールショットを奪いました。滝野がホールショットを奪いました。さあ2番手争いがさあ団子状態になっている、団子状態になっている。イン側からスルスルっと上がってきた。あー、イン側から上がってきたのはゼッケン2番ですね。ゼッケン2番の石井がスルスルっとこう上がってきました。非常にうまいドライビングを見せました。さあトップはゼッケン9番の滝野、トップはゼッケン9番の滝野となっております。滝野です。さあ滝野が現在トップ2番手にいますのが、石井ですね。石井でしょうか。ホームスレート戻ってきたところで順位が8位としてくると思います。さあトップはゼッケン9番、2番手でゼッケン2番の、石井、そして開発が3番手にいますね。開発が3番手にいます。開発3番手、斉藤がだって4番手まで後退ということで、このスーパーレンタルクラスの難しさっていうのをね、これ表してますね。さあそして早くもトップがテールツーノーズということになりました。トップがテールツーノーズ状態となっております。さあ後ろもうぴったりとタバコ一箱分でしょうか。まさにそのくらいの、おっとここでイン側に入った。石井がイン側を取った。石井イン側を取った。どうだ、立ち上がってきて順位の方が変わっています。石井がトップに浮上しました。石井ズバッと行きました。最終コーナー入り口。さあこのまま後続を引き離してやろうという作戦でしょうか。さあ石井がこのレースを引っ張るという形になりました。そして2番手にはゼッケン9番、3番手にはゼッケン10番ですが、この開発が何かやらかしそうな感じがいたしますね。何か持っているぞみたいな感覚で後ろ走っております。さあこのまま開発3番手に沈むような男ではないでしょう。さあ後ろしっかりとクリップについて、さあまずは1コーナーで2番手に上がる。しかしアウト側からどうだ。いやここは2番手キープできました。開発が2番手に浮上しました。さあゼッケン10番の開発が2番手に浮上、3番手にはゼッケン9番、3番手にはゼッケン9番の滝野。おっとこれはちょっと強引だったか。ゼッケン6番ですね。ゼッケン6番の斉藤が4コーナー進入、強引に入ったハーフスピンのところ、少しこうぶつかったところもありましたけども、さあ最終コーナーを立ち上がっていきます。ホームストレート、ゼッケン2番が1位が、さあ独走体制に入りました。さあそして2番手には開発、そして3番手には斉藤がじわじわと上がってきます。ゼッケン6番の斉藤がさあじわじわと上がってきます。斉藤のコーナーリングもかなり独特ですね。まあ強引っていうか、なんていうか、かなり独特のこうね曲げ方をしていきますね。これは見てる方は非常に面白いあのコーナーリングですよね。進入からのアプローチっていうのはね、斉藤激しいです。さあ激しいな斉藤さんといったところで、さあゼッケン6番の斉藤がぐんぐっと追い上げに入っております。さあ追い上げ体制に入っております。トップを走っております、石井哲也、そして2番手には開発、3番手には斉藤ですが、斉藤がじわりと追い上げております。さあトップは変わらずといったところ、石井、さあゼッケン2番の石井が現在トップを走っております。さあホームストレートからぐーっと加速していきます。ぐーっと加速して、さあ頭を立てながら少しでもストレートのスピードを伸ばそうというね思いがね出ております。さあゼッケン2番の石井哲也、構造レーシングですけども、さあぐーっとね、ここバックストレートでは打てませんけどもね、ホームストレートではしっかりと打てるというね、2番手3番手争いがこれは面白くなってきました。2番手3番手争い面白くなってきました。さあどうだ、開発のぴったり後ろに斉藤がついた。さあ斉藤がどこから仕掛ける、斉藤どこから仕掛ける、スリップストリームからホームストレート並んで1コーナーに取った、斉藤が取ったがクロスラインで、開発がサイド、2コーナーのイン側で仕掛ける、しかし3コーナーのイン側になるのは斉藤だ。斉藤がクロスで
クロスクロスクロスで2番手に浮上しました。さあしかし、そうはさせないぞと4コーナーのイン側ねじ込んでいった。開発、開発いいぞ、開発いいぞ。さあしかしこれ開発と、これおそらくクラスが違うのかね、少し譲った感もありましたけども。さあそしてね、その後ろにいるのはゼッケン12番の入江ですね。入江が今度は開発の後ろ、開発の後ろに入江がいます。さあ斉藤が2番手に浮上しまして、さあここからあとは追い上げるといったところでしょうか。さあ追い上げ体勢に入ってきた。さあゼッケン6番の、さあゼッケン6番の斉藤がトップに追いつくかどうかというところですけどもね、これタイムの方を見ますと、1位は早いですね。1位は38秒を刻みながら、これレース引っ張ってますから、石井ゼッケン2番の石井相当速いペースでこれ回ってますね。さあ石井このままチェッカーということになるんでしょうかね。さあレースの方は9周終了、10周目ということになっておりますので、残り、半分は過ぎております。残り半分は過ぎております。最終コーナーを立ち上がってきます。最終コーナー立ち上がってきます。ホームスレッドをぐーっと加速して、ホームスレッドから1コーナーに入っていきます。1コーナーに入っていきます。ゼッケン2番、さあゼッケン2番、さあ1位哲也が現在トップ、1位哲也が現在トップ。さあ1位は2コーナーから3コーナーに入っていきます。2コーナーから3コーナーに入っていきます。さあそして2番手、3番手、4番手と、これはちょっと1台1台に間隔が生まれておりますね。間隔が生まれております。さあ1台1台に間隔が生まれております。さあこれは何かあったらこの順位が入れ替わるというね、ミスマッチというね、そういった、距離感になっているでしょうね、これは。さあトップは変わらず石井哲也、この石井は2コーナーに入ってきます。2コーナーに入ってきます。2コーナーから3コーナー、さあ2コーナーから3コーナーを立ち上がってバックスレートに入っていきます。さあ早くも通過遅れが現れました。バックマーカーが現れております。さあゼッケン2番の、さあ石井このバックマーカーをどうかわしていくかということになります。さあレースにおいてこのバックマーカーが現れるとき、このかわし方が非常にこれポイントになってきますからね。これを見せることによって、いきなり後続に追いつかれてしまうなんていう可能性も非常にありますから、そう、バックマーカー現れたやつって言ってね、抜き方この辺ね、避けてくれるだろうなんてね思っているところ大きな間違いです。気づかなかったりとか、たまたまそのタイミングであったりとか、引っかかってしまったりしますと、引き返し食らえますからね。この辺はね、慎重に、かわしていきたいところ。さあ、ゼッケン2番の1位哲也が現在トップ、12周終了、13周目ということになっております。13周目に入っております。さあ、1位が間もなくホームスレッドに戻ってまいります。さあ、1位がホームスレッドに戻ってまいりました。さあホームストレートから1コーナーに入ってきます。石井哲也、さあ1コーナーから目の前にはバックマーカーがまた現れております。通過で現れております。さあ石井、これをどのように変わっていくかということになりますが、さあ38秒24、1の38秒台を連発しながら、8秒台連発で、さあこのレース主導権を握っているといったところになっております。さあゼッケン2番の石井哲也、さあ13周終了の14周目、走行しております。今ホームスレッド戻ってきます。さあホームスレッド戻ってきたところ、14周終了しました。さあ序盤はバトルがちょっとありましたけども、その後は、後続を引き離すことに成功した、そんな完璧な今回レース運びを出てております。石井哲也、さあ石現在4コーナーを立ち上がろうとしております。4コーナー立ち上がろうとしております。さあ4コーナーから5コーナーに入ります。さあそして最終コーナーにその姿が間もなく現れます。そしてゼッケン2番ファイナルラップということになります。まず1位が誰よりも早くファイナルラップということになります。さあファイナルラップということになった。完璧です。石井哲也強い。
さあ、1位が完璧。これはあのカデット、そしてスーパーレンタルと、これ結構横綱レースという感じですね。後続引き離しての、独走優勝というのがこれ続いてますね。さあ、最終コーナー、まもなくその姿が現れてきます。続きましてはバックスインフィニティといったところで、スーパーレンタルクラス優勝は石井哲也、そして2位、そして2番手にはさあ斉藤、そして開発入江と続きました。さあ、この後はマックスインフィニティ、この後はマックスインフィニティ。